リスデキサンフェタミンはデキストロアンフェタミンのプロドラッグであり、小児期における注意欠如、多動性障害及び成人期における中重度の過食性障害の治療に使われる薬剤である。リスデキサンフェタミンメシルサンジオとして調整され、北米、欧州、イスラエルでの商品名はバイバンス、日本ではビバンセである。本材は蛍光投与により、小腸から吸収され、 赤血球のアルギニルアミノペプチダーゼにより、デキストロアンフェタミンとエルリシンに過水分解される。この変換は徐々に起こるため、活性体であるデキストロアンフェタミンの急激な血中濃度上昇を抑制するとともに、血中濃度を持続的に維持することができる。デキストロアンフェタミンはノルアドレナリン及びドーパミンの放出促進と再取り込み阻害によって、 中枢神経に採用する。デキストロアンフェタミンは抗精神薬であり、そのプロドラッグであるリスデキサンフェタミンは英国ではクラス B、スケジュール2薬物、米国ではスケジュール2規制薬物、日本では覚醒剤原料に指定されている。ありがとうございます。